ボツリヌス菌、ボツリヌス菌、学名は、クロストリジウム属の細菌である。グラム陽性の大肝菌及び変性菌寄生菌。土の中に、画法の形で広く存在する。菌は、毒素の抗原性の違いにより AG の7種類の型に分類され、人に対する中毒は A、B、E、F 型で起こる。A、B 型は、の形で土壌中に分布し、 C, E 型は海底や故障に分布する。ボツリヌスの語源は、ラテン語の蝶詰、ソーセージであり、19世紀のヨーロッパで、ソーセージやハムを食べた人の間に起こる食中毒であったためこの名がついた。ハムやソーセージに発色剤として添加される、硝酸塩は、発色作用よりもボツリヌス菌の繁殖を抑える、目的で使用されている。1896年、 ベルギーの医学者、エミール・バン・エルメンゲムにより発見、命名された。当初は俗と考えられたことから、に、形容詞語尾、おつけ、と命名された。広く使われるボツリヌスキンという呼び名はこの時の種、形容語に由来する。学名は、ラテン語として扱われることから、1923年に俗へと変更された際、中性名詞であるに合わせて中性化され、 現在はと呼ばれている。ラテン語として見た場合、クローストリディウムボトリヌムは、ソーセージのクロストリジウム菌という意味を帯びる。ボツリヌス菌が作り出す、ボツリヌス毒素、ボツリヌストキシンは、毒性が非常に強く、五0ログラムで、世界人口分の致死量に相当するため、生物兵器として、研究開発が行われた。炭素菌をはじめとする他の生物兵器同様、 テロリストによる使用が懸念されている。ボツリヌス毒素の致死量は、体重 70kg の人に対し A 型毒素を吸入させた場合、0.7から0.9マイクログラムと考えられており、1g で約100万人分の致死量に相当する。ちなみに、生産狩りは、蛍光投与の場合5人、G。自然界に存在する毒素としては、最も強力である。 多くは、ボツリヌス毒素を含んだ食物を食べることで起こる。が多く、れに、が、原因菌となる。傷口に、ボツリヌス菌が感染して起こることもあるが、それほど多くはない。腸管外科手術後や、大量の抗生物質を服用し、腸内細菌が著しく減少している場合は、発症しやすくなる。通常のボツリヌス症と異なり、腸内細菌層が未発達の乳児に、 ボツリヌスキンの画法を摂取することにより起こる。画法は高温に耐える下記参照ため、一般的な加熱調理では蜂蜜中の画法の除去は困難である。この中毒が乳児特有である理由として、乳児は成人に比べ腸内細菌層が未発達であることや、消化管が短いことから、成人では上部消化管で不活化されるボツリヌスキンが乳児では、 長官まで届いてしまうためと考えられる。画法は乳児の体内で発芽し、ボツリヌス毒素を作り出す。原因となる食物は黒糖などいくつか考えられているが、蜂蜜について因果関係が明白になっている。そのため、一歳未満の乳児に蜂蜜を与えてはならない。1987年10月20日、厚生省通知。 児ボツリヌス毒素は主に死死の麻痺を引き起こす。重篤な場合は、呼吸筋を麻痺させ、死に至る。その他、副死、高温障害、排尿障害、多感、喉の渇きが見られる。一方、発熱は、ほとんどなく、意識もはっきりしたままである。乳児ボツリヌス症の場合、便秘などの消化器症状に続き、全身脱力が起きて、首の座りが悪くなる。 ボツリヌス菌は、画法となって高温に耐えることができるが、ボツリヌス毒素自体は加熱することで不活化する。A、B 型菌を不活化させるには、摂氏100度で6時間、画法で、摂氏120度で4分間の加熱が必要であるが、ボツリヌス毒素自体は、摂氏100度で1から2分の加熱で失活される。このため、ボツリヌス菌による食中毒を防ぐには、 食べる直前に食品を加熱することが効果的である。中毒症状を発症した場合、高毒素は馬血性のみ。ただし、乳児ボツリヌス症では致死率が低いこともあり、一般的に使われない。毒素の方ごとに高毒素もある。一般に、食事性ボツリヌス症に対する高毒素の投与は、発症から24時間以内が望ましいとされるが、24時間以上。 経過での投与でも効果があることが報告された。ワクチンは研究者用にボツリヌストキソイドが開発されているが、中毒になってから用いても効果がない。また、米国において、ボツリヌス免疫グロブリンが開発されている。アショウ酸ナトリウムの添加は、ハム、ソーセージ、ベーコン、コンビーフ、スジコ、タラコなどの食品加工分野においては、 ボツリヌス菌の増殖を抑制する効果があり、また、肉の血色素のヘモグロビンやミオグロビンに作用して、加熱処理により赤色を形成することから、広く使用されている。高毒素製剤の備蓄のない国に、高毒素製剤を提供。2006年7月12日、警察庁と産業技術総合研究所とで、ボツリヌス毒素を10分で検出する方法を、 共同開発した。従来の方法では1から4日を要した。新技術では、等とボツリヌス毒素を結合させ、レーザーで検出する。感染症法に基づき、検査、治療、医薬品その他厚生労働省令で定める製品の製造または試験研究目的に、ボツリヌス菌、毒素を所持するものは、感染症発生予防規定の届けで、 病原体等を取り扱い主任者の手、教育訓練等が義務付けられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。